関西っぽい。それはどうなんでしょう、分かんないけど。いい感じですね。落ち着きます。ありがとうございます。では、なんかね、すごい楽しいですね。楽しいですね。やってる方は。やってる方は。ハプニングが。それを全部説明したいぐらい。そうですね。それ説明したらだいぶ時間かかりそうですね。どうして、笑ってるのか。マイクが。あ、マイクは。どうして笑ってるのかとか、どうしてこうすごい顔になってるのかとか、そういうのを全部一個ずつ説明したいぐらいですけど、なんかやっぱあのみんな勝手知ってるというか、僕なんかと思ってすごい2人がすごくよくやってる。平井くん初めてじゃないけど、だから3回目2回目ぐらい。そうですよね、まだ浅いというか。その余裕があるときはいいんですよ。その余裕がないときがとても楽しくて、これまた自分は一体何してんだろうって思う時があって、そこがまた楽しかったりしますごい正直ですね。なんだろうな。いやで、そのときは自分がゾーンに入ってるっていう。ゾーン、ね、ゾーンね、多いね。そっちの意味で使うわけです。ゾーン、本物のゾーンですよ。本当のゾーンに入ってる魔のゾーンが入ってる時とかあります。ゾーンに入ってる時の石垣さんの何とも言えない顔がなんかこう、はい、すごい愛おしいというか、これは何どのゾーンだろうって思いながら自分で、自分でゾーン確かめながら、僕もちょこちょこねゾーンを見失ってますけど。でもそのなんかこうそういうのもまあ一つね面白いというか、まあ本当はそうじゃいけない部分もあるんですけど、でもまあ初めてやる曲とかだとそういうのもあったりとかして面白いなと思います、ね。ここはもう本当に僕も たくさん出させてもらってて、こうなんかどっちかっていうと賑やかなのをやる場所っていう、僕自身が静かなのもやるときは賑やかな場所って感じです。雰囲気は分かります。今日はなんかこうちょっと違う感じなんで、いつもはもっと賑やかな。今日も賑やかっちゃ賑やかなんですけど、でもまあなんかそのこう 歌の人が入って一緒にやったりとか、うん、からあとはこうマーシャル三段積みの人が来たりとか。あ、それはライブですね。はい、あ、前こう よくやるんです。ギタリストサミットっていう、ここでやらして、毎回ここでしかやらないんです。その三段は三段とかなるんですか。いや、あのでそれは言い過ぎですけど、あの相当で、でもマーシャルの本当のフルに一番でかいやつを、まあ、持ってきてくれるんですね。あ、植木くんなんですけど、そうするとこうでギタリストってやっぱりそれぞれこだわりがアンプにあるから、あの人数分並ぶんですよ。そうそうそう、みんな持ってくる。もうみんな持ってくるんで、いや持ってこんでいいでしょって思う。そうそうそう、でもまあそれがこの中にひしめき合って焼き屋さんみたいな。でまだ、あ、なってます。で、それがあのすごい楽しくって、あのいつもやらせてもらって、で、あのなんか大体盛り上がって終了みたいな感じのやつがあるんですけど、あのそれまた3月30日にちょっと違う形なんですけど、こちらでやらせてもらうんですけど、これはいつもは名古屋在住の、ギタリストを集めて、カバーをやる。誰かのカバーっていう縛りでやるんです。次は名古屋以外の住んでる人で、その人のオリジナルをやるのをやるんです。で、まあ参加者は、まあ、清野さん、矢野くんで、今堀くん、松田はじめさん、白山さんで、映像くん、まあ自分たちのバンドのでサンサンっていうバンドがあって、それが全員の曲をやるんです。まあ、あのそれをこうやるにあたってみんなすごいやっぱり一人一人全員とライブしたんですよ。矢野くん、前野くんでライブしたり、セイロさん、セイロさんとライブしたりっていうのをやって、その集大成が3月30日に。すごい長期間にわたる。1年間で、まあ、約1年半にわたって、そのいろんな人とやったことで、まあ、僕
僕たちのバンドがあのここに集約してもらってギタリストにやるっていう、まあ、企画なんですけど、まあそらみんな祈りたい思いをして、僕はそれぞれとやったことがある曲が多いんですけど、もう他のメンバーやったことなかったね、まあ、矢野くんの曲なんかはゴリさんがドラム叩いてたりするから、それでノブちゃんがってうちのバンドのドラムの子はもっと「これどうやってやっとんすかね?」とか言って「いやどうやってやっとんすかね?」って分かんないから僕の結婚式で聞いてって言ったぐらいなんで、あの本人来るからって、まあ本当すごく複雑な曲からシンプルな曲、まあ今の曲の曲どっちかってシンプルだし、松さんの曲も松田はじめさんもすごいシンプル、松田さんはじめさんはここでよくしょっちゅうやる人なん で、まあ、あのシンプルで、まあ、かっこいい感じのシンプルな曲が多いんで、まあ、これはまたどうなるかわかんないですけど、まあ、ぜひ次回、まあ、その3月30日3月30日そうです、でさ、ここです、来てください、ぜひ。あのえ、それって俺が東京に引っ越したら呼ばれるようになる。じゃあそういうもんそうです、そうです、あの一応今回の縛りはそれ。なるほど。で、いつもの縛りだと名古屋在住で、まあ今後はもうそういう縛りを全部なくして、あいい、アルティメイツな感じで、もう全部もう一緒くたな感じでやるっていうのをいつかやりたいな。でこれもそれもここで、絶対にアルマジロじゃないとできない、もうマーシャルが来るマーシャルの人もいれば、あのバックエンドってちっちゃいアンプ使う人もいたりするんで、面白いね。そうなんです、それがもうだから面白いんで、でジャンル もう関係なし、もうメタルもいればあのパンクの人もいてジャズの人もいて感じなんです。楽しいは楽しいんですけど、もうめちゃくちゃ大変なんですよ、この仕切るのが。大変ですね、仕切るの大変ですね。うん、で一応なんかオーディションみたいな感じ。それはあの技術的なこととか経験的なことじゃなくて、こう人間と人間のそのなんか精神的というか深い話。やっぱりそういう部分でのなんかやりくりができる人間でないとできないんですか。そうですね。さすがです。さすがです。ありがとうございます。石垣さんの人望たるや。気持ちが悪い。なんか狙われてる感じがして。狙われてる感じが。いや、そうですね。下がらないから自分でちょっとやってみようかっていうのもあるし。面白そう。うん。で、結構やってるところはあるんです。あの大きいライブハウスとかで、大きいライブ会場とかでそのギターをたくさん集めてやるっていうの。でもなんかジャングルが結構偏ってて。あ、じゃあそんなロックはロック。ロックとかフュージョンっぽいのはすごいあってる。なんかこう全部一緒くたいですよね。だからまあ安くには毎回参加してもらってて、うん、でね、あれもめちゃくちゃですよね。もうあの、まあ、見に来ますよ、佐賀さん。はい、メタルの人がいっぱいとジャズの人が出てきたりとかして、ソロギターとかでやね、ハラツとかやったりとかしてへえみたいな、こういうジャズのボービートのものをやったりして、いやそういうのもすごい面白くて楽しかった。またね、ぜひそれを、まあ、ここでっていうのが絶対条件なんです、僕の中で。なので、ここでやりたいなと思いますので、またご協力お願いします。で、とりあえず3月30日は、そういう感じでやりますんで、ぜひ皆さんお越しください。土曜日です。さ、本当にいろんなギタリストが来ますので、楽しみにしてください。で、まあ、また平井君も次回、ぜひ、ぜひ、はい、アルティメイツの時にやってもらえると嬉しいなと。その時ゴリさんぜひドラム叩いてください。めんどくさいことなんで本当に、はい、パッとやってもらえると嬉しい。はい、で、最後は平井くんの曲ですかね。はい、そうですね。まだこのメンバーで、ね、やりたいですね。ぜひぜひまたやりましょう。名古屋と関西とかね、よかったら逆というか聞いてもらって、うん、いろんなセッションをまたやれたらいいなと。またアルマジロでやりましょう。また皆さん遊びに来てください。本当にどうもありがとうございました。では、最後の曲で、僕の曲で Between You and I のここだけの話という曲をやってみたいと思います。ありがとうございました。
西川キャストも。